収拾がつかなくなってきている川口のクルド人問題なんですけども、ところがですよ、あの江戸川区にはですね、インド人たくさんいるんですよ。まあこれね、具体的に言いますと葛西の周辺なんですけども、揉め事を起こさない、はい、聞いたことがありません。はい、それにはやっぱりね、理由がなんかあるんですよ。なんでインドの人たちは、まあ、日本人とね、ちゃんと共生できて、上の人たちは話にならないかってことなんですけども、さあちょっとね、記事を見てみましょう。さあ今日はね、日経新聞より転載しましたね。はい、まずはですね、この問題を語る前に、なんでインド人がそこにたくさんね、集まってきたかということ。増加したきっかけは2000年問題。コンピューターが誤作動する2000年問題に対応するため、優秀な IT 技術者を多数輩出するインドから人材が来日するようになったと。で、2000年には当時のモリ首相もインドを訪問。IT 関連企業を中心に日本で働くシステムエンジニアらにビザ発給が大幅に緩和されたと。あ、これありましたね。こうして東京で働くインド人が飛躍的に増えることになったということなんですよ。ですからね、まず1番目に、これ自体が全然違うでしょう。この2000年、あ、私ね、この2000年の時には、目黒区に住んでいたんですけども、このニュースを覚えてますもんね。あ、なんかインド人がいっぱい来るんだなと、日本が呼んでいるんだなと。しかも、IT 技術者。ね、これ、皆さんご存知のように、このインドというのはね、ゼロを発明した国でございます。数学に対しては非常に強いですよね。59×29 とかそういうの一遍でやってしまうというね、みんなこれできちゃう。はい、そういう国なんですよ。だから日本が呼んだ、しかも IT 技術者ですから、いわゆるね、知的レベルの高いね、そういう層の人はたくさん来てるんですよ。だからもうその時点でもう勝負あったみたいなもんでしょ。あ、ところが向こうの方というのは、まあクルドの方というのは、こちらが呼んだわけじゃありません。というと、日本が呼んだんじゃねえかって言いますけど、確かに呼んだかもしれませんよ。それはね、まあ国と言いますか、埼玉県知事と言いますか、あとはね、この川口の市長たちもそうでしょ。外人さんいらっしゃいと、ここにいらっしゃいいらっしゃいと、後先考えずにそんなことをやったと。それが今の現状を生んでるってことがあるわけなんですよ。はい、もうこの時点でやっぱり全然違います。まあ、あんまり言いたくはないですけども、これ世界中一緒でしょ。やっぱりね、知的レベルの高い人がたくさん来ても問題にはならない。ないんですよ。そうじゃない人たちが来るとこれ問題になります。でね、こういうこと、私みたいなこういうね、無名の人間が言うから、これ平気でこういうことで発表できるんですけども、これをテレビなんかでね、ちょっと知名度のある人が言ったらもう大変なわけでしょう。そんなことでキャベツするのかってなりますけども、ただどうですか、世界中これって一緒なんですよ。だからこの葛西では問題が起こらないんです。で、右の表を見てください。これね、江戸川区が1959人とありますけども、今どうでしょう。川口のクルド人2000人とも言われてますから、まあこれ2014年の数字なんですけども、そうすると人数的にほぼ変わらないでしょ。この時ね、江戸川区のインド人が100人しかいなかったら、まあそんなに問題を起こさないだろうと。でもこれ見てください。江戸川だけで2000人いるんですよ。で、今クルド同じぐらいいると言われてます。さらにまあジャーナリストの石井さんによりますと、いやいや4000いるんじゃないかとか、そんなことも言われてますよね。そしてね、この表でも分かりますけども、これ東京都の調べだと2000年からぐーんとこうやって増えて、まあ10年にね、ちょっと下がっているんですけども、その下がり方のカーブを見ますと、江戸川区ってのは緩やかに下がってます。で、逆に江東区なんか上がってますので、これ江戸川と江東っていうのはまあ隣り合った区なんですけども、あちらの方に集中してるってことになりますね。でね、この数字見てください。やっぱりね、ここにもね、そのヒントがあるんですけども、何のヒントかっていうと、じゃあ例えばね、じゃあ3番目の港区627人、2014年の時にね、インド人がいましたと。で、一番下の渋谷区は171人いました。で、全て見てわかるんですけども、1の位までちゃんと数字を把握してるでしょ、東京都が。ここですよ。江戸川区ね、1959にインド人がいると、これも分かってるんです。つまり、合法的に入ってるから分かるんですよ。ところが今のクルドはどうですか？大体2000人かな？いやいや、3000人かもしんねえぞと。もうわけ分かんないでしょ？で、多産ですからね、子供がね、まあ、やっぱりバン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 生まれてきます。で、この前中学生を襲った20歳の人間もすでに2世ですから、もう3世、4世となってくるのはあっという間。で、人数把握できません。どうですか？何人いるか分かからないような人たちっていうのは、やっぱりこれはね、問題を起こしますよ。だから全員がこれ合法的になってくれば、ああクルドの方は何人いるよね、はい、わかりましたってことで、絶対レベルも上がってくるんです。で、不法移民を入れるとかね、もう訳がわからないんですね。で、これをね、応援している共同通信とかで、ね、まあ他の新聞もそうなんですけども、本当に日本おかしなことになってますよ。
さあ話をちょっとね記事に戻しましょう。なぜインド人は西葛西に住むのか、まあね、これは気になるじゃないですか。それは西葛西にインド人が暮らすために必要なさまざまな要素が揃っているからですよと、チャンドラニスさんは開口一番こう解説してくれた。この人ね結構有名なんですよ。これね葛西で料理店ね営んでる人なんですけども、まあ有名な人でございます。はい、それでね、交通の便の良さ、大手町をはじめ日本橋、茅場町などのオフィス街に東京メトロ東西線で直結していると、西葛西から西に向かい、7つ目の駅が大手町と近いですよ。大手町って言ったら、まあ、事実上これ東京駅になりますので、14分で行くんですよ。で、IT 関係の技術者にとっては、金融機関の多い本社ね、やっぱり大手町とか、東証取引所、証券会社、茅場町とかね、まさにあの辺り、もういっぱいありますから、日本橋、当然これいいに決まってます。便利だと。だからその辺に住み着いたっていうことになります。あ、これがね、さっきのあのチャンドラニさんですかね。これ東京に住んでる方わかると思うんですけど、たまにニュースにやっぱり出てくるんですよね。だからこの顔私しっかり覚えていますし、しかも私ね、今は東京離れてしまったんですけども、ずっと東京ね長くいたんですが、その時お願いしておりました税理士の先生がね、実はね葛西駅、実はここの駅に事務所を構えてましてね、私毎月1回この西葛西に毎月1回行っておりました。だから私ね西葛西めちゃくちゃよくわかるんですよ。でこのチャンドラニさんのお店ももちろん行きました。もうここにも当然行ってますしね、他のいろんなインド人のお店なんかガンガン行きましたけどね。でね、チャンドラさんが言うには、インド人村の特徴はインド人同士で壁を作らずと地元の日本人社会に溶け込んでいること、まさにこれです。さあ、そして位置関係なんですけども、下に東京があります。右に江戸川区ってあるでしょ。で上をずっと見ますと、あの川口区があるんです。江戸川からね川口はこれねざっとね直線距離で20キロぐらいなんですけども、このたった20キロの差で雲泥の差があるってことになりますよね。はい、さあそしてこれ見てください。 NHK より転載しましたけども、日付見ますとね今年の2月2日になってます。ですからね今回の問題がわーっと起きてきたところで、 NHK がねこういう記事を出してるんですよ。埼玉川口市がクルド人巡り国に異例の訴え、なぜ現場で何がと書いてありますよね。あ、 NHK もちゃんとね真っ当な記事を上げてくれているんだなーなんて思うかもしれませんが、これがねもうちょっとねダメなんですよね。実はねこの記事ずっと下に続くんですけども、割愛してます。で下の3行だけ見てください。埼玉県川口市で23年7月病院に100人近くの外国人が集結騒動発生しましたね。そして、クルド人のコミュニティが拡大し、ゴミ出しルールや生活習慣などの違いによる一番下、住民との摩擦も目立っています。はい、これだけです。ネガティブなね、いわゆるマイナス的な表現はここだけ。見てください、これだけ大問題になってるのに NHK は摩擦が目立ってますね、摩擦がちょっと起こってんだよね、でもねということで、この下からどんな文章が続くかと言いますと、クルドの人たちは難民として追われているんだと、そして顔にモザイクをかけて、食事はこんな質素なものだと、学校にも行けない。はい、出ましたね、左派お得意のやり方になってきますね。このね日付的にはですね、まだ女子中学生が暴行を受けた事件の前になりますから、あれは当然ここには乗っからないんですけども、いろんな問題があるはずでしょ。 NHK だったら調べられるはずじゃないですか。それをしっかり調べた上で乗っていけば、確かにね難民とかそういう問題ね、一部にはそういう人もいるかもしれない、ところがそれを上回るとんでもない問題が起きてるんだ、これをなんとかしなくちゃいけないっていうふうに書かなくちゃいけないのを、なんとかしてこのままうまく矯正しようと、彼らはかわいそうなんだっていう論調になってるんです。これびっくりしますよ。一回目通しますとね、私も本当にね腰がねこう砕け落ちたと言いますかね、ガワーって風になっちゃいました。そのぐらい驚くべき記事を載っけておりました。でこういう人がある意味本当のこれ難民になるわけでしょ。この人覚えてます？ミャンマーのサッカー選手なんですけども、 サッカーのワールドカップの二次予選で日本に来ましたね。でその時に、はい、もう分かりますね、このポーズ。右の人は普通の選手で下を向いてただけなんですけども、この人だけは国歌を歌う時に3本指を立てて、要は政府に反抗した、軍政に反抗したんですよ。でこれやっ
て、これが当然国際映像でミャンマーにも流れるわけですから、強烈な意思を持ってやってるわけでしょう。はい、この人結果的には帰りませんでした。これ亡命って形になりましたね。で、日本のサッカーチームに属して、今はなんかね、お店のなんか店員やってるとか、なんかそういう情報を入手しましたけども、この人はどうですか。日本政府難民指定しましたよ。これは難民ですよ。だって帰ったらほぼ間違いなく極めて危険な状態に置かれるわけですから、この人は難民でしょうね。で、この人を日本に留めるというのは、私の難もね、これ異論ありません。これ当然だと思いますよ。はい、そしてシューテさん、そうでしょうね。シューテさんが今これカナダなんですけども、仮に日本に来たとしますね。それでもうあそこの国には帰りたくないって言ったら、シューテさんは保護せざるを得ないでしょう。そうですよね。だからこの人も難民になりますね。その場合はね、まあ、難民っていう言葉はちょっと違いますけども、まあ、亡命ということになってくるでしょう。はい、まあそんなことをねやってるんですが、共同通信ってのはそういうことは書かないんですよね。で、これね、難民と関係ないんですけども、はい、こんなもん載ってましたね。ローマ教皇がですね、白旗掲げる勇気をということで、これ何日前でしたっけ、ウクライナに停戦交渉を促すって記事、私もね見出しだけ見たんですよ。で、ローマ教皇がね、ああこんなこと言うんだなと、まあ確かにね、戦争やめなさいっていう意味で言ったんだろうなぐらい思っていましたら、下にコミュニティ物音がつきましたと。本件においてこのね、教皇はですね、こんなこと言ってないっていうんですよね。めちゃくちゃでしょ。下に英語書いてありますが、ネゴシエーションズあネバーあサレンダーと、つまりネゴシエーションになりますので、交渉することはネバーですから、決して降伏ではないって言ってるんです。これウクライナに言ってるわけでしょ。別にね、交渉のテーブルにつくことは、別にウクライナが負けたって白旗掲げたわけじゃないんだと。だからウクライナよ、もう少し冷静になってロシアと話し合おうじゃないかって、これだったら分かりますね。妥当な話をしています。ところが共同通信見てください。白旗掲げる勇気と両手を挙げて降参しろって言ってるんです。これ見ただけでももうデタラメってことが分かりますが、一番下見てください。951.6 万件の表示ということで、いい機能がつきましたね。このイーロン・マスクさんになってから。さあ、ところでね、これ今日見つけたもんですからご紹介しておきますけども、あの例の川口で声を上げた一女性ということで、こういう絵が出てましたけど、新たにね、はい、これ見てください。これをね、ぜひ拡散してほしいということで、この女性がね、また訴えを起こしたんですね。さすがに顔を出したら危険です。でもね、川口に住んでいて、なんで我々日本人がこうね、声を光るようなバカなことやんなくちゃいけないんだと。で、見てください。その性被害をリベラルメディアは報道しないことにしたと。はい、共同さん聞いてます。まさにこういう人たちが被害者なんです。いつもね、被害者仕草するの大好きなんですけども、本当の被害者には寄り添わないというのが、これが共同通信、日本のメディアってことになってきますよ。だからね、さっき私ね、また記事戻りますけども、この西葛西のところにいろんな店があるって言いました。私もね、毎月行ってたんですけども、本当に普通にね、こういうインド屋さんとかね、いろんな貿易、さっきのチャンドラさんなんていうのは、貿易やってるお店なんですけども、そういうとこ行けるんですよ。でね、もちろん危険なんて感じませんし、あとね、強制してるって感じ。で、さっきお話をしました、私の担当している弁護士じゃないや、その税理士ね、税理士の先生ともよく話したんですけども、治安ってどう先生なんて聞きますと、全然悪くないって言うんですよ。で、インドの人たちもみんなね、ちょっとレベルの高い人たちが多いと。で、こういうお店営んでる人たちも本当に普通のにこやかな人が多いんで、あ、なんかここインド人がいっぱいいて強制してるなって感じがして、そんな全然治安とか悪くないよと。まあ一部の人はね、パッと見て怖いっていう人もいるけども、そんな怖いこともないと。だから現実的に皆さんどうですか。ニュースでインド人のコミュニティが日本人と揉め事を起こしてるなんてニュース見たことないですよ。だから全然事情が違うということになります。で、これもね、下にいろいろこれ書いてあるんですけど、インド人のジャーナリストがね、インド人にとってこの辺り暮らしやすいということをね、言ってるんですよね。あとこれね、これ笑っちゃったんですけども、荒川がガンジス川に似てて心が落ち着くっていうんです。これはね、インド人の人がそう思うからいいわけでしょう。位置関係こうなってるみたいなんですね。はい、西葛西があって、ここに荒川ドーンですから、これがガンジス川ドーンと沐浴って、さすがに沐浴はしないと思うんですけども、気持ちわからんでもないですよね、インドの皆さんにとりましたね。それでね、これ2019年
これも私ね、ニュースを覚えてます。これ下には今年4月と書いてありますけども、これね、2019年なんですが、初めてね、江戸川区議にインド人が当選したんですよ。で、これもどうですか？これがね、もし川口でこんなことが起こったらどうなります？でも、ここでは問題にならないんですよ。ああ、インド人の区議が誕生してしまった、これはやばいぞ、なんて声聞かないじゃないですか。いや、もちろん、懸念してる人はいると思いますよ。でもどうです？大騒ぎにはならないわけでしょ？ X でこんな問題になりました？そんなことはないんですよね。もちろん私分かりますよ。懸念する人の気持ちは分かるんですけども、問題にそんな今みたいな大きな問題にはなりません。やっぱりこれもね、あのレベルの違いってことになるんですよ。全然川口と事情が違うんですよね。さあ、あとね、2枚だけ写真をお見せしましょう。これもね、今日入手したんですけども、見てください。これどこだと思いますか？実はこれは、アイスランドらしいんですよね。あ、ごめんなさい。アイルランド。あ、どっちか忘れちゃった。アイスランドかもしくはアイルランドになるんですけども。あそこになんかね、壁にと言いますか、上に捕まって、いる人間でしょ。背中を向けてるね。はい。あの人間は、不法移民なんですって。でね、このアイルランドでも不法移民が押し寄せてね、我々に公営住宅を当てがわせろみたいな形でね、今すごいらしいんですよ。で、これは議会に乗り込んだところらしいんです。議会に乗り込んで俺たちにも権利を与えろと。でね、彼らちっちゃい国でしょ。こんなところに大量のね、こういう連中が押し寄せたら、アイルランド、まあもしくはアイスランド、この辺りの国というのはもう乗っ取られてしまいますよ。はい、こんなね、北の果ての国にもこういう現象が起こってるんです。そしてとうとうね、日本でもデモが起こりましたね。これ川口でございます。これ場所もね、この写真から私調べたんですけども、本当にあの川口駅からこう東の方にちょっと上に上がったところなんですけども、この前にもずっとデモ隊がいるんですけども、デモ隊がね、やっぱり出ましたよ。当たり前でしょうが、本当私もね、これ時間があって分かったら参加したいぐらいでございます。はい、皆さんね、こういうことでね、今大問題になってますけども、今日はインドとこれね、クルドの違い、この南火災、西葛西と川口の違いについてまとめてみました。今日の動画良かったと思う方、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。